長島優子は日本の女性声優、ナレーター、大阪府出身、アミュレート所属。子供の頃はテレビっ子で画面の向こう側の世界に憧れていた。大阪生まれ大阪育ちだが、母は東京在住経験もある、福岡県生まれで関西弁が大嫌いだった父の教育で標準語で喋っていた。 書店でアルバイトしていた時に養成所の生徒募集のチラシを見つけ、軽い気持ちで友人と一緒に受験して思いがけずに合格した。一年間 OL をしながら養成所に通っていたが、その時期は辛かったと語っている。関西外国語短期大学卒業。青二塾大阪高発揮卒業。活動当初は、テレビレポーターなど顔出しの仕事が多かったが、そのうち自分は、 顔出しの仕事は得意ではなく、声の仕事だと楽しめるものが全部が、表に出ると半減するためアテレコやラジオのように肩の力を抜く余裕がある仕事の方が向いていると気づく。しかし、周囲からは芝居に幅がなく、声も芝居もアニメには不向きだと言われてしまい、一時は納得した。しかし、ハオ体系、リューナイトのオーディションで合格。 周りは知らない人ばかりだったがそれがかえってよく、自分に固定観念がない中やったことからアニメを好きになれ、何より仲間が増えて楽しかったと語っている。2020年10月1日、青にプロダクションを退所し、アミュレートに移籍。夫は声優の上田洋氏。2008年5月2日に女児出産。音域は D3A5。方言は大阪弁。 太字はメインキャラクター。担当女優映画ドラマ。ありがとうございます。